こいつの実家は震度5でダメだろうけどな。あ、俺実家ないから。実家とかねえし。どこの話それ。静岡県なんか二度と足なんか踏み入れねえ。なんか用事ねえもんだって。何しに行くんだよ。いや、反抗期じゃなくて、用事ねえもん。人とのつながりをそんな切るもんじゃねえと。俺は来たわけじゃねえ。向こうがそういうこと、態度取ってきたから。関係ねえし。感動されたのっていうか、もうこっちから連絡取らねえし、行かねえから、二度とって言ったもん。当たり前じゃねえかよ。仲直りって、仲直りも何もねえよ。関係ねえよ。こっから年取ってってよ、そのうち泣き言なんか電話来たって、俺絶対出ねえから。この間もババアからお前電話の着信履歴あったけど、折り返しかけねえから絶対に。用事ねえし。おじさん一回ね、へそ曲げるとね、長いからね。いい年して。いい年だからだよ。子供じゃねえんだからよ。てめえも吐いた言葉おめえよ、飲むんじゃねえぞ。感じで。年取って後に泣き入れてきたって俺相手しねえからね。当たり前なんだよ、こんなのよ。お前らよ。誰のおかげで？お前、俺がお前高校お前辞めた途端にお前この辺うるうるするんじゃねえとかよ。なあ、家の近所寄りつくんじゃねえなんて言われた親によ。なあ、お前なんでこっちがお前ペコペコしなきゃなんねえんだよ。言われたよ。な？俺がお前高校入学した時はよ。な？周りによ、かっこつけてペラペラ喋ってたくせしやがってよ。やめた途端にこの辺うろつくんじゃねえだってよ。そんなもん親でもなんでもねえよ。わかったよ、つって。な？お宅の息子さん高校辞めたんだってとか聞かれるのが嫌だから。どこの辺にいるんじゃねえって言われた。バカじゃねえの。てめえらが吹いてたからじゃねえか、夫婦してよ。うちの息子どこどこの高校受かってって。部活入って、ね、ロッカー使ってなんて吹いてるからね。冗談じゃねえよ。親なんかもう知ってんの、そんなの俺がもう腹に根に持ってる。いや、そういうのは人間の性格が出るから。大体普通に考えろ、お前らよ。てめえの子供なんだからよ。なあ、どっか行けとか言う？しかも16のガキにだぜ。お前もこの辺うろつくなとか。世間体商売やってたから。それだけよ。だからあんなもん、クズみたいなもんだ、あんな親。俺いらねえと思ってるもん。高一でやめたからな。そんな何十年も前のこと？何十年も前も関係ねえもん。ボンボンのガキはいつまでもへそ曲げてるだけ。俺が昔よ、飲み屋やってた時よ。俺、店でやっぱり酒飲んじまうからよ。店のホステスたち、送りもよ。何？自分じゃできねえからよ。ほんで、親父んとこの店もよ、そんなにうまくいってねえみてえだからってよ。俺、2時間とか、たかだかうちの店ホステス送らせるだけでよ、毎日1万近くも払ってやってたのもよ。平気の兵で知らんぷりだからな。1日1万だぜ、お前。ただの送りだけで。舐めてんだろ。親父によ、何にもやらせねえで銭だけ渡してたらよ、向こうだってプライドあったらかわいそうだからよ。じゃあ、送りやってくれよ、つって。あんな仕方だからな。あんなもんの親でもなんともねえから。
俺今回のね、親父のね、店がオープンするときに手伝いに行った件で、もう、全部べっこり分かったから。あんなもんなんか二度と何言ったって、仕方しときゃいいや。うん。こいつダメだ。クソ生意気なこと言うよなって、これ。恩着せがましいな。うん。ひねくれてねえよ、俺は。付き合いたくねえな、でも。んなもん。金の恨みではないよ、別に。気持ちの問題だよ。なんもねえよ。むちゃくちゃじゃないよ。むちゃくちゃじゃねえだろ、俺の言ってることよ。何が分かったの？こいつらダメだな、と思って。うん。もういいや、と。絶縁はするなよ。いや、俺からも連絡取る。俺だってこの携帯さえもう解約して新しい携帯取っちまえば、もうあんなの連絡取んなくていい。父親こうやって文句言え。さあね、あんなもん超えるつもりもねえし。超えるほどのもんじゃねえよ。かっこつけやがってよ。あのじじいよ。あんたたち行くわよ。いいわね。嘘くさくねえよ。本当のことだもん。嘘くさくねえよ。だってよ、俺、ツイッターにも写メあげたけどよ、親父の店お前、開店のよ、お前よ、内装工事から何から全部俺やってよ。あの時なんで俺あんなに本気で手伝ってやろうかなと思った。この年になってまでよ、もう一軒店出してよ、商売やろうとしてるからよ。大したパワーだなと思って、俺どうせ暇してるから、やれることはあれやってやろうかなと思ったら、今度はよ、その時だってよ、な、おめえももう東京なんか、ね、そんな商売なんかやめて、こっちで一緒にやればいいんだから、俺、最初、大人しそうな顔して言ってたくせしやがってよ、酒飲んだら本音出しやがったからな、おじいじ。おう、酒飲んだら本音出しやがったよ。おめえみてえなな、野郎がな、仕事なんかやれるわけねえんだから、今度、酔っ払ったら言い出す。金やろ、これが本音だな、と思って。うん。ああ。なんだてめえ、この野郎って。駒遣いにもう呼びやがったな、と思って。ほいでよ、うちのまっちゃんがよ、親父にな、友が、友と俺だから、友のりだから。友が来てね、こんだけ、店の改装も何もね、ね、設備も何もね、いろんなところで探してね、探して、開店準備にね、手伝ってくれたんだから、これ、友に渡しといてっつって、いくらか金包んで、親父から渡してって言って、ババアは親父に渡したのに、親父、ポッポ入れたんだよ、それ。俺、一銭ももらってねえからな。ああ。どうしようもねえだろ。俺なんかくれねえぞ。しまいには俺、親父の店で食った飲み代とかも、飲み代ってか飯代、帰りにうなぎ焼いてくれっつって、うなぎ持って帰るっつったら、な、お前。7800円ですとか言いやがってよ。払ってやったよ。バカじゃねえの、あいつ。あのじじい。ぶっ殺すぞ、ほんとによ。クソだよ。いやいや、白焼きで1枚食って、もう1個は、弁当にしてくれって言って、かば焼きで10にしてくれって言って、もらってねえよ、あんな。あんなもん。絶対嘘じゃねえ。嘘ならこんなとこで言うわけねえじゃねえか。一銭も俺なんか渡してねえか。あんな親父のために俺はもう何もしてやらねえ。のたれじいな。俺は積んではいないよ、今は。あとは俺が働けばいいだけだから。
感謝はしてる。何に感謝？ババアはだから、親父と俺の板挟みなんだよ。ああ。俺なんか親父に文句言ったら、親父なんか聞こえなくりしてどっかいなくなっちゃうからね。あんだよ、てめえ。で、ババアはババアで、お父さんももう年なんだから、そんな強く言ったってかわいそうだよって始まるじゃん。なんだてめえ。このババアに俺が言うじゃん。あんたそんな言い過ぎたらお父さんだって、もう、今自分で商売やって大変なんだから、始まるからよ。ああ、で、てめえかと思っときゃいいじゃん。でも俺連絡取んねえよ。うん。まっちゃんが親父に渡した金5万だってな。そうそうそう。ああ。金額の問題じゃない。気持ちの問題だよ。ああ。ほんとだね。子供じゃねえ。子供かっつうの、俺はあいつの子供だよ。いい歳して親の話、そういうなんか家庭のバカ。いい歳してくると、親と子供の関係が崩れたりすんだよ。本音が出てくっから。ああ。俺ぼっちでもいいよ。うん。俺今更じゃねえから、そんなの。うん。親がかわいそう？そうか。親は俺と関わんなきゃもうこれでいいんだろ。ああ。俺はこのまんまだから。親かなら流せる？流せるわけねえじゃねえかよ。どういうの切ってくれって言ってんだよ。向こうが頭下げてきたら、下げることはないの、うちの親父だったら。うちの親父はそうそう簡単にてめえの息子に頭下げるような人間じゃねえから。俺間違ってねえよ。今回のその、親父が新しく店を出すってところに。あんな。手伝いできたのは良かったじゃねえか。それはな、俺が行かなかったら一人じゃできねえから。いくらなんだって。天井のよ、張りっていうか、ああいうのだって一人じゃ抑えて自分で作ってなんてできねえんだから。そういうのはやってやるよ。いいよ、それ。一言ぐらいはよ、わざわざありがとうなぐらいは欲しかったけど、その一言もねえからな。金の問題じゃなくて、金はもういいよ。そんなもんは。ただ、わざわざ悪かったなとか、なんかあればいいのに、それもねえからな。あの野郎。求めすぎ？違う、一言でいいだろう。ああ。じゃあ金は、それはその話はまっちゃんから、あんた、って。お父ちゃんからいくらかもらったって言われたから、ねえよって。何ももらってねえよ。だ、もともと俺もらうつもりで言ってねえから。わかる？俺は、お金をもらうために言ったわけじゃないんだ。だけど、その話は後から聞いて、私お父さんに5万円渡してんだけど、あんたもらってないよ。もらってねえよ。あらやだ。なんでお前そんなのいらねえっつったろっつじゃあもらうつもりなんかないよ、だから。だから言ったじゃん。だから、そういう親と子供のそういう流れはみんなが聞いたって理解できない、こう。つながってるものがあるじゃんか、脈々と。過去にいろいろお互いになんか嫌な思いもさせたり、自分もしたりとかしてるわけだから。だからこの親じゃ信用できねえなと。
だいたいよ、まっちゃんだってよ、なあ、よその知ってるところでよ、働いてたのがよ、じじいがよ、てめえの店で駒使いみたいに使いてえからってそこ辞めさせたぐらいだからな。ああ。よそのね、知ってるところでね、ね、ぜひ手伝ってくださいって言われて働いてたのを、親父がてめえの店出すためにそこ辞めさせたんだ。ろくなもんじゃねえ。ババアだってよ、膝が悪いのによ、2階もあるよ、おめえよ、料理屋でよ。あ？今でも膝が痛くてお前2階に運んでんだろ。ほんとだよ、うちの親父は。そのぐらいしか思ってねえから、あいつは。ババアのことは。膝痛え、膝痛え、つってんのに。そういうこともいろいろお前らにまで言ってねえこともいろいろあるから俺がこんだけピキってんだよ。なんだよてめえって。まっちゃん働かすのかよって俺最初言ったんだから。バカじゃねえのって。お前が手伝えよ。嫌なこった。ババアが苦労してるから、そこはちょっとどうかなと思うけど。まあでもてめえの選んだ旦那だから、しょうがねえんじゃねえのって俺は言ってるけどね。おめえの旦那だからよって。俺にとっちゃ親父なだけだけど、おめえにとっては旦那なんだからよ。くっついていくしかねえんじゃねえ。いい年こいてこの年までくっついてきたんだから。うん。それしか俺は言えねえなって。あんたの選んだ旦那だからよって。そんなの今更俺に言われたって知らねえよ。俺の旦那じゃねえからよ。そりゃそうだよ。うん。俺が助けたらいいじゃん。なんで助けんだよ。うちの親父はよ、愛も変わらず家には金入れねえ男だから。ああ。ひでえよ。ああ。だって、まっちゃん未だに、だって店の売り上げが今日はいくらあったのかなんて、親父からなんか聞いたこともねえって。うん。そんな野郎だからよ。それでよ、もう一つひどいことがあるんだよ。うちのじじいよ、うちの娘は俺ん家から出てったろ。なあ、部屋借りる時の保証人になってんだよ。プラスお前引っ越しの金まで親父へそくりから全部出してる。ああ、そういうことかよと。うちの娘なんか引っ越すときに俺にそんな話なんか来ねえからな。ああ。ああ、俺のことを頭の上を通り抜けて全部話やってんだったら、もう俺別にそんなもん娘でもなんでもねえから。ああ。そんなの勝手にやってくれよ。知らねえから。俺がやるべきことを親父がやってくれてんだろ。俺がやる必要ねえだろうがや。そんなもん。贅沢三昧。あ？くだらねえこと三昧でお前よ。俺んちによ、転がり込んできて。何言ってんだよ、バーたる。子供に嫉妬はしてない別に。そんなお金なんかその分のいくらもねえよ、そんなの。もらったっていいんだ。だから俺は、もう、その身内の中では、もういらない存在だから、うん。もう一生会わないの、娘と。だから会うことないと思うよ、これ。うん。関係ねえもん、そんな。
いじけてるんじゃなくって、俺は俺でどうにかして生きていこうと思ってるだけ。うん。あんなもん、いちいち気にしてらんねえや。大体よ、なあ、俺が銭べっこり持ってる時に俺の財布から銭金抜いてた娘のことなんか信用できるかよ。あ？スリガじゃねえけど、俺の財布から一言でもよ、何々買うからお金が必要だとかよ、言えばよ、くれてやったけどよ、黙ってこいつ抜いてんなって思って、俺どうも計算合わねえなって思い始めてから気にしてたんだけど、んなの娘か、お前。泥棒飼ってるようなもんだよ、お前。調子乗ってんじゃねえよ。うん。俺は人の財布から金なんか盗まれたんだ、絶対。冗談じゃねえよ。バカだね。泥棒はいらないよ。うん。ああ。娘は恥ずかしい父ですってつぶやいてたの。その恥ずかしい父の財布から銭金盗んでたの誰だっていう話だよ。俺も全部捨てちゃってもいいんだよ。正直な話。そういうこといろいろよ、考えたりもしてるけど、ああ、いらねえな、と。うん。俺はほんとそう思ってきたよ。いいよって。俺は一人の方がいいのかなって。あんたたち行くわよ。ミクミクにしてやるよ、ミクミクにしてやるよ。